ゆいしき三十樹気づきの日記朗読1ゆけせつがほううしゅじゅそうてんひえしきしょへんしのうへんゆいさんけによってがほうありととくしゅじゅのそうてんずることあり彼は四季の諸変によるこの能変はただ三のみなり古敵心身を備えた自分とその他のすべての存在という分別しされた現象観の結節は実に主樹の層をもって正規露呈しているように見えるけれど、それは根源的には唯一の式の天変心の活動によっており、そしてそのよく天変するところは三種の層からなる構造を持つ。一の歌自分を奥から他もある地元も様々変化する千変万化も結局は由々しきから出る三の変図説我自分があって法その他があると思っているが本当はみんなつながっていて唯一の根本時期があるだけ日記自分の天変変化と自分の出所について考察しましょう。考えるヒント。自分と世界は共存し、それらは五つの鞘でなる。体、感覚、判断の私の思いとその記憶。五つの覆いを剥ぎ取れば、誰が覆いを見るだろう。で、テキストをお分けください。まあ、ページは振ってません。というのは、1、2、3、4って、1から30までありますので、その順番になってますから。それで、このテキストの構成ですね。最初にオリジナルのサンスクリタのデーバナーガリっていうのが出てて、その下にローマ字表記が出ています。それから漢訳が出てて、ユケセツガホウンヌンって漢字にルビ振ってあるでしょ。そこが、まあ、漢訳ですね。そしてその読み下し文が右に書いてありますね。ケによってガホウアリと解くとか。日本人向けの読み下し文ですね。その下に出ています英語ね。The Metaphors of Self and Dharma, etc. という英語はハン先生の英訳です。ティクナット・ハン先生の英訳です。ティクナット・ハン先生の、あれは30日本語か、一番最後に書いてありますか。何本語かのね。一番後ろを見てください。そこに心の仕組みと有意識の教材のご案内ってありますね。その丸5です。ティク・ナト・ハン氏の有意識カーフィー説オーディオ90年。これはプランビレッジでハン先生が行った解説、講習会ですね。それが33本組のがあるんです。前だいぶの人買われたでしょ。まあ全部聞いた人でも分かんなかったですよね。買って全然聞かない人もいるでしょうとか、布行きさんを見たりしちゃいけない。僕は首右の方向けるの楽なので、布行きさんそこにいると、
攻められるから鈴木さんと場所変わったらいいよ。僕は左に食える右に食う方楽なんですよ。左の首くるのでこう伸ばしたがるんですね。だからいつでも布引きさんと言われたのを見ちゃうんだね。それでそれにね、それ買った人には英訳がついてたんですよ。で、皆さん持ってない人もいるでしょうし、その英訳を借りてここにやっていたんです。まあまあその分またトランジレジンドネーションしておきますが、で、まあ英訳は他にもいいのありますが、僕らにとってはティクナタハン先生がね、あの下に死にやすいのでハン先生の英訳を入れてきます。で、その時のビデオを後でね、600ドルぐらい出してドネーションしてビデオを分けてもらったんですよ。それがマンフラハウスに置いてあります。セガさんが今4本ぐらい書いて勉強されておられますが、セガさん終わったら借りたい人にはお貸ししてあげます。テープだけで、オーディオテープだけでは分かりにくいので、ビデオだとハン先生こう絵描いたりねしてますから、少しは分かりやすくなるか、そう、分かりやすくなるそうです。で、その下にね、意訳、日本語で僕が書いておいたのは、まあサンスクリットを参考にして中国語をも補って、あと重要な語句にはローマ字表記でサンスクリタを入れておきました。で、意味はだいたいそこで読み取っていってもらって、あのね、まあ、太い字、まあ、丸ゴチックみたいなもので書いてあるところだけ読んでいくと意味がスーッとわかります。その他の、あの、書体でね、書いてあるところは、まあ、僕が挿入していったので書体を変えたんですが、まあ、後で説明いたします。そして、だいたい一節はこういうことなんだなってわかったら、右のページを見てもらったらいいんです。これはどのテキスト、どの番号にも共通していることです。で、右の方にまず一番として、自分を置くから他も他もある。字も他も様々変化する、エツエツラって。まあ、五七五の調子をね、多く用いて、皆さんが暗記しやすいようにしたんです。有識三十字の一節の内容をね、どうやったら簡単に覚えられるかっていうメモ程度に、メモをですね、歌の形にしたんです。で、テープで僕の方で吹き込んでおきましたので、まあ皆さんもよかったらご自分で歌ってね、覚えていったらいいと思うんですね。そして必ずその下に図解説明が出ていますから、まあその図解を参考にして、こういうことなんだなって当てをつければいいと思いますね。そしてその図の下に鉛筆印が出てきたなら、まあ、気づきの日記を自分でつけて、有識三十字の一節をね、自分の心身に当てはめて理解したらいいですよっていうことです。まあ、このテキストはスペースが少ないですから、別なノートを作られたらいいかと思いますね。で、この場合にはですね、体の天変、変化と出所について、まあ、考察してみましょうとか、心の天変、変化ですね。天変というのは変化です。と、心のその、まあ、思考の出所ですね、について自分でこう気がつくところを書いてみましょう。あるいは気づくために考察して書いてみましょうというようなことです。それからその下の考えるヒントには、ラマのマハルシの教えとか、ホック教の教えを対応して、同じことを他の聖者方が言っておられますよっていうことですね。すべてこのスタイルで30節までずっと言ってるんです。で、一番最後に、心の仕組みと有識の教材のご案内って出しておきましたので、ちょっともう一度ご覧ください。それで一番の有意識三十字オーディオっていうのは前に有意識の別なテキストを作ってですね、これよりもっと簡単なテキストでした。91年に講習会やったことあるんです。で、その時の46分テープだったもんですから、120分テープにぎゅうぎゅうって詰め込んでね、9本にして新たにダビングできるようにしておいたので、前の講習会のテープ欲しい人はそれをお求めになれば、前に一度有識三十字をやった時の内容がお分かりになりますね。まあ、あの時のテキストよりこちらはずっとグレードアップしてますので、その時のテープ聞く場合でもこのテキスト参考にして見ていった方がいいかと思いますね。それから2番の心の仕組みとラージャヨーガ、
でも有意識のことをだいぶ取り入れて説明したんですね。これも46分テープでしたので、まとめ直しました。これは90分テープにしたのかもしれませんが、11本にこうぎゅうぎゅう詰め込んだんですね。それから3番の発想に感傷を読む講習オーディオ、これはずっと吹田でやってきて、51の心情は全部やって、それから3小節というのだけ読んで終わりにして、この講習会につなげたんですね。それでこの発想に感傷を読むにおいてですね、51の心情にだいぶ時間をかけて説明しましたので、そこの部分は今回はさーっといきたいと思うんです。これはもう90分テープでも16本になってしまうほどの分量ですね。それから4番の有意識30字学習日記オーディオっていうのは今回の講習会のことですから、皆さんはご自分で録音されたらいいですね。そして5番は先ほど言いましたティク・ナタハン先生の英語の解説ですね。それから6番の道場のビデオのうち図解説明のあるもの、まあ、これはねダビングする場合には計算してみたら大体600ドル払ったっていうことは20何本ありましたので、6本だとまあ2万円ぐらいトランビレッジにカンパすればこちらでダビングさせてもらって、そのまま2万円送ってあげればいいかなって計算してみたんですね。でダビングしてほしい人は図解説明あるものだけダビングしてあげます。それから参照文献の方は、まあ、これはちょっと専門的になりますが、7のスワミ・ガングリっていう方の Treatise in 30 Verses on Mere Consciousness。さっき言った Mere Consciousness、有意識っていう英訳がここに出てますね。これは、まあ、普通の人は買わなくていいと思いますね。英語ですから、あとサンスクリットとか中国語の注釈とかですからね。でもこれはいい本ですよ。詳しく勉強したい人はこういう本も買われたらいいと思うんですね。8番のステファン・アナッカーさんの7 Works of Vasubandhu っていうのは、Vasubandhu、世心の著作7つ代表的なものがありますね。それの英訳です。英訳と、まあ、注釈ですね。ですから Vasubandhu さんに興味ある人はそういう英語の本買ってね、どういう他にどういう作品書いてるのかなって英語で勉強できるような本ですね。それから日本語のね、ものとしては、太田久喜さんの有意識三重樹要項。これが僕たちがこの漢訳を引用した元々の文献ですね。他にもあるんですが、あそこに置いてたので、誰か買ったか置いてあるか知りませんけれども、ここに一冊持ってきてます。新しいやつね。それから、10の人類の知的遺産の14のバスバンド講談社。これはとてもいい本ですので、ぜひお買い求めになってください。本屋さんに注文しましたら入ります。これの訳は、下の11番の横山光一先生、発想に感傷を読むの著者ね、が担当しておられるんですね。三枝さんが監修しているので、三枝さんという学者の名前が出てますが、実際に有識のところの、執筆をされたのは横山先生です。で、9番と10番はこれはまあ有意識勉強するっていうなら筆体の本ですね。11番の発想に感傷を読むはこれは吹田の講習会でやってましたから皆さんお持ちの分厚い本ですね。これは春秋社から出てます。で、上の3番の発想に感傷を読む講習オーディオを勉強する人でテキスト持ってない方はこの11番も買われたら、それをテキストにして僕たち吹田でずっと長いことやってきましたので、まあ以上の資料があればまあ十分かなと思いますね。本テキストを作成するにあたって漢文と読み下し文は旧の太田久喜先生の本から、英訳は半先生のもの、それから意訳としては10番の人類の知的遺産、14バスバンドを参考にさせてもらって、サンスクリタでは7番から主に引用させてもらいましたということですね。それでは勉強に入りましょうか。1番からですね。あまりごちゃごちゃ言っていきませんので、一度勉強したことですので、前に勉強したことはまあテープで勉強できますし、で今回は大筋を捉えるっていうふうにしていきたいと思います。有意識三重字を大体のところで捉えて
どのようにね、自分の意識を変容させていったらいいかって、そちらに皆さんの注意を向けていきたいと思います。で、漢文のところをご覧ください。ゆけせつがほう、うしゅじゅそうてん、ひえしきしょへん、しのうへん、ゆいさんっていうことですね。けによってがほうありと説く。しゅじゅのそうてんずることあり。彼は式の諸編による。この脳編はただ三のみなり。まあ、こう書いてあっても意味がなかなかわかりませんでしょ。それで漢文のところを読むのはね、あと読み下し文は予習復習テープでお聞きになってください。まだ入手されてない方もいると思いますが、あとお帰りになったら自宅についていると思いますんでね。まあ、ここで読んだからって意味がわかるわけじゃありません。その次のハン先生の英語ね、The metaphor of self and dharma, which function in so many different ways, take place in the transformation of consciousness. And this transformation is of three kinds. っていうのは、上のね、サンスクリット語と中国語を参照してハン先生は、こう、比較対照して訳されたんですね。英語でやるとそうなるっていうことです。ですからそれを皆さん、まあ、英語好き、得意な人は勉強してください。読んでみてください、ね。で、英語苦手な人はそれを無視した方がいいです。それの畜語訳やりたい人は、クレモノを取る人はやってみたらいいですね。番号を振って、下の方の訳にどうやって繋げたらいいだろうって、やってみたらいいでしょう。まあ、英語もここでは無視してくださって結構です。で、意味を捉えるにはその下の意訳で分かればいいんですね。あと右のページで分かればいい。で、太い文字だけ最初読んでいきますと、自分、アートマン、我と、存在、ダルマ、法の、けせつと読みます。けせつ、ウパチャーラは、実に、非、主樹の相をもって、ビビーだ。転している。ここは、ル転していると一応補って読みましょう。上では転なんですが、僕たちは転だけではわかりませんから、ル転している。けれど、ルテンしているけれど、それは、四季ビジュニャーナの天辺、カリナーナ諸辺によっており、そして、そのよく天辺、脳辺するところは、三種のプリダー、そうからなる。で、こう、まず太いところだけね、まあ、ちょっと太めの丸ゴジックですがね、そこだけこう見ていって、そういうことが書いてあるんだなっていうことです。で、それでは意味がなかなか通じませんので、僕の方で補っていったところですね。書体を変えて補っていったところですね。そこをも読んでいったらもっと内容はわかりやすくなるんですね。楷書体で書いてあるところありますでしょ。古敵心身をとか。で、今度は楷書体で書いたところも見て意味を取っていきましょう。古敵心身を備えた自分。っていうと皆さんはっきりするでしょ。必ず自分に、言葉っていうのは自分に当てはめて理解してください。古敵、渡辺なら渡辺、岩井さんなら岩井と名字がついた体。これは岩井さんや野々引さんの体じゃないんです。分別すれば。渡辺の体なんです。で、こう喋っている声を動かしている思いは渡辺の心で岩井さんの心ではないんですね。ですから、古敵心身を備えた自分って言ったら自分の体と心、なるほどって確認取ればいいわけですね。それを単純にアートマンとかガーってサンスクリットや中国語では言ってるわけですからわからないんですね。毛によって画法ありと説くのね、ガーってなんだろうってこう考えてしまうわけです。ところが古敵心身を備えた自分だから何のことはない。この体と心を持った自分のことなんだなってわかるでしょ。そのようにサンスクリタでも中国語でも自分がわかるように訳してみないといけないっていうことですね。で、他の人のいろんなあそこにもね、何冊か僕が使ってても、マインフルハウスいっぱいになってきたので書き込みしたので2900円の本でも1000円とかって書いて置いといたでしょ。ああいうの買ってね、あるいは本屋さんで買ってね、そこになかったら、訳をね、見ていってください。そうすると、この訳者、ガーって訳してるけども、自分のこと分かってないんじゃないかとかって分かってくるわけなんです。
古的心身を備えたのが自分だといえば、僕は確かに分かってるって皆さんには分かるでしょう。で、皆さんが自分の古的心身だって理解してくださって分かってもらえば、あ、この人は分かったなって僕の方で分かるわけです。ですから知るだけじゃダメですから、必ず分かるところまで噛み砕いて、自分のためにね、噛み砕いていってください。この場合にはアートマンという語が自分がに当てはめられていますが、この場合のアートマンを無我のアートマンとは解釈しないです。大文字のセルフだとは思わないでください。単に自分ということです。と、その次のダルマね、中国語では法って訳されてますが、じゃあ法って何かっていうと、その自分が見ている世界ですから、その他すべての存在である法っていうこと、そういうふうに理解しないといけないんです。ですから自分の体と心身、体と心以外のすべて、僕が見ることのできる窓ガラスとか木とかね、皆さんとか、それは僕にとってはダルマなんです。皆さんはダルマ、自分はアートマンです。ですから布引さんにとったら布引さんがアートマンですね。その他の人は全部ダルマになるわけですね。自分がアートマン、他はダルマ、そういうふうにはっきりと理解しておいてください。という分別しされた現象観の結節。つまり自分があって、自分が見ている世界があると、誰でも分別しているでしょ。私、アートマン、ね、この心身を備えたアートマン、それから他は、イカレポンチのダルマとかこう見てるでしょ。そういうふうに分別するのは、結節って出てるんですね。この結節っていうのをよく理解しないといけないんですね。いかにも結節ですから、これは真実ではないっていうような感じがしますでしょう。で、結節っていうのは仮の節っていう意味もあるし、その節はですね、設定という意味もあります。仮に設定する。設けるっていう字があるでしょ。仮に設定する。節は、字が違いますが、発音一緒なので分かりますように、仮に設定した考えですから、仮に説設ける、仮説とこの仮定ね、仮定としての仮説は同じことなんですね。ですから自分があって他の世界があると思っているのは真実ではなく仮の設定なんですよ、アンポンタンがしている設定ですよっていうことです。聖者方にとっては自分と他人の区別はありませんので、アートマンとダルマの区別はありませんので、そういう仮説はしていないということです。僕たちはしてるということですね。で、僕たちがその仮説を取り外したときには、つまりがを外して、こんにちは、仮説を外したときには、僕たちはそういうふうにはもう見ない、アートマンとダルマを分別しないということですね。テキストを持ってこられました。はい。有識三十重に入ったところですので、有識三十重をお出しになってください。そうすると、自分というものを設定して他がある、アートマンを確認しますでしょ。これは自分の心身だと。それから他はダルマ、現象であると。一節に入ったところです。なるほどって皆さん思ったでしょう。ところがそれは嘘だって言ってるんです、有識三十重は。つまり一般の人が陥りやすい分別感を提示しておいて、それは結節だよ、真実の説じゃないよっていう、真説に対してね、結節、真実の説ではないっていうことです。ですからこれは自分で、この体は渡辺ので、それを動かしているのは渡辺の心で、それを聞いてくださっているのは皆さんの肉体と心です。これで当たってるように思うけども、それは嘘だっていうことです。わかりました。分かったら少しぐらいの終わりってこうなるんです本当は。で、分からないだろうということを僕は分かってるわけです、いつでも。そこが難しいです、ね、実に、その次に行きます。実に種樹の層を持って正規露天しているように見えるけれど、つまり自分も、それから他と分別される現象もね、現象世界もいろいろな層を持って、例えば今は秋ですね。で、春に来た時と
景色が違ってきてますね。夏と冬とではまた違うでしょう。雪が降ったりしたら。そのように変化しているように見えるでしょ。僕たちが初めてね、ここで講習会やった時は、皆さんもっと若かったしね。僕も髪の毛もうちょっとあったしね。ということですね。布引さんの耳もっと良かったしね。うん。わがままは変わらないねとか、変わらないものあったりして。まあ、主従に変化してるでしょ。まあ、その間にね、辞めていったり結婚、向井さんなんか結婚したでしょ。ね、赤ちゃん生まれた人はいないけど、他の講師会に来てて結婚して赤ちゃん産んだりって、そういう人たちもいますね。いろいろね。変化しているように見えるけれど、それは根源的には唯一の四季。ビジュニャーナという単語が使われています。四季。ビギアーナとも発音します。ビギニャーナ。たった一つの四季が天変。変化っていう意味ですね。イコール心の活動、チッタ、ブリッティと一緒です。心が変化するから肉体も変化しますしね。たった一つの四季の天変によっており、そしてそのよく天変するところは、漢訳では脳変ってなってますので、よく天変するって読むと脳と変が出てきますね。天変するところは三重の層からなる構造。つまり、一切が際、地も他もね、たった一つの四季、ビジュニアーナ、これを覚えておいてください。あるいはビギアーナ。の天変した姿っていうことは、地も他もね、還元していくとそれになるっていうことです。元に戻っていけば、たった一つのビジニアーナ。だから、唯一式っていうんです。たった一つの式から出ている。あなたはそれなのですよ、ってこう言う。皆さんが何か加工したりする場合ね、何か作る場合に、まあ、例えば、一種類の野菜でも、ナスでもね、いろんな料理の仕方できるでしょ。フライにしたりとか、炊いたりとかね。あれこれに料理できるけども、素材はナスとしては一緒でしょ。まあ、例えばナス一ザルぐらい買ってきて収穫してね。皆さんが、片方は、まあ、後で自家製の味噌でもつけて食べてやろうと思って、まあ、フライにでもしたとするでしょ。あるいは油炒めね。で、もう一つは、まあ、おばあちゃん、おじいさんとかお年寄りいるから、まあ、炊いたものにしてやろうとかって。まあ、二つ並べて家族で食事したとするでしょ。こっちの方が美味しいとか、まあ、ヤングたちだったら多分ね、洋風の料理が好きかもしれないし、お年寄りたちだったら、まあ、漬物にしたの、あと漬物も出したらいいよね、夏の一夜漬けみたいなの、浅漬けね。あるいは炊いたもの。全部こう、3種類ぐらい出したとするでしょ。で、好きなもの食べて、私はこれ好き、私はこれ好き、やっぱり炊いたものの方が美味しいねって言ったら、女の子にも油炒めの方が美味しいよとか言っても、元は一本の木から取れたナスだとしたなら、同じナスでしょ。天変したわけです。料理としてね。油炒めに天変したり、炊いたナスに天変したり、漬物に天変したりって、そういうことですね。元をたどっていくと、この唯一の式ビジュニアーナになるということです。で、僕たちは唯一、元のビジュニアーナ、式に戻るのを、狙って修行しないといけない。エコー変象と言いますね。意識を外向化するのじゃなく内向化して、その式を知らないといけないということですね。ところが、僕たちの感覚器官というのは外に向くように、こう、そのような実況を持っているので、転変した姿、変化していった方に、こう、目を奪われやすいんですね。皆さんも、を元に戻していこうと思うと、また例えば男性、女性、老若男女ってあるでしょ。まあ、岩井さんを元に戻してやると、例えば、女性じゃなく人間ですよ。初老じゃなく人間ですよ。女性人間とか初老の人間、初老の女性とか、初老の女性って言うと老若男女ですね。で、人間に戻してやるでしょ。で、人間からじゃあ岩井さん何食べてきたんだろうって言うと、野菜とかね、穀物とかね。まあ、いろんなもの食べてきたでしょ。いろんな考えも入れてきたでしょ。で、外の世界の、食べ物でできてるわけですから、岩井さんの体は自然界の恵みで生きてるわけですね。
そうすると岩井さんの体は岩井さん個人のものじゃなく自然界の変化したものだと言えるでしょう。じゃあ自然界のエネルギーは何かって言ったならば、たった一つの根本プラクリティ、ムーラプラクリティと言われているものが3つのグナに分かれて、その要素が絡み合っていろんなものができて、まあ、ついには酸素、窒素、炭素とかそういう元素になって、で元素でできているあの植物とかね、動物とかを食べてなったわけですから、元は岩井さんの体のスポンサーは根本プラクリティっていうことですね。根本エネルギーっていうことですね。それを転変させたビジュニアーナという式があると、意識が、究極的な式があると。そうすると岩井さんの心はそのビジュニアーナから出てきた、体はプラクリティから出てきた。でビジュニアーナのところをプルシャと言ってもいいし、式ね。で肉体の変化した元のところはプラクリティという、でプラクリティとそのプルシャあるいはビジュニアーナっていうのは本来はたった一つのものです。それを神と言おうがね、全体生命と言おうが、何と言おうが一緒です。たった一つのもの、唯一の源泉って言ったらいいでしょうね。唯一の源泉。それの変化したものです。ですから、岩井茂子っていうのはないんです。唯一の源泉なんです、これは。皆さんも、ぬのびさんもそうなんです。お隣にいる方たちも。僕含めて皆さんは唯一の源泉の天辺に過ぎない。で、天辺を見たらね、老若男女が出てくるんです。天辺じゃなく元の唯一の源泉を見ていったら一つしかないんです。皆さんの心身を構成している源泉と僕の心身を構成している源泉は一つしかないんです。ですから元は一つのところから出てきただけなんですね。で、そちらを見るのが聖者です。皆さんはセルフなのですよっていうのは皆さんは同じ源泉を持ってるんですよっていう意味ですね。でも私は男だし、ラマナマハルシも男だし、私は女だしっていうのは天変した、まあ、末端の方を見てるからですよ。みんな人間なんだけども、衣装で見てごらんなさい。僕みたいに寒い着てる人間とか、セーター着てる方とかね、シャツ着てる方とか、カーディガン着てる方とかね、外側で見たら違うでしょ。でもその源泉を見たら一緒なんです。で源泉を見てそこから離れない、みんな共通の源泉を持った存在なんだって見ていくのが有意識観に定住することです。それを狙うために僕たちこれから30の旅をしていくということですね。まあ、この一節で唯一の式って僕が唯一を補っておきましたので、唯一の源泉ってやってもいいです。それでもう大体答えが出たようなんですね。でそれを忘れないでおいて途中勉強しましょう。途中勉強すると51の信条でもう何が何だか分かんなくなりますから。そしたら右のページをご覧ください。自分を置くから他もある。自分っていうのを設定するからね、アートマンを設定するから、私という仕切りを置くから他、ダルマも出てくるっていうことです。自分って仕切らなかったなら、唯一の源泉があるだけです。ラマナマハリシみたいに、あなたはセルフなのですよ、あなたはセルフなのですよ。あなたはボンクラで私は聖者ですよって、こうは言わないわけです。あなたはセルフなのですよって。自分を置かないからそう言えるんです。僕たちは自分を置いているから自分と他を仕切るんですね。で、一旦もう自と他を置くという仮説をやってしまうと、自も他も様々に変化しますでしょ。自分も変化するし、他も変化するんですね。しかしそういう千変万化、あるいは千変万化、主序に変化することも結局は有意識というたった一つの源泉から出てくる三種類の変化に寄っているっていうことです。どんなもう無数の変化と思っても、それは分類大別すると3種類の脳変に過ぎない、3種類の変化に過ぎないっていうことですね。その3の変についてはだんだん出てきます。で図解は我自分があって、クエスチョンマークしているのは本当はそんなものないんだけども、我があると思っている仮説を表しています。で法、怒ってたり笑ってたり泣いたりしている人、他の人たちがあると思っているけれども、本当は皆つながっていて、ね、海の上に浮かんでるだるまさんみたいなもので、そのだるまさんが溶けてしまうと全部海に溶け込んでしまえば一つの海があるだけですね。まあおへそ書いといたのは、みんなが唯一の源泉につながってるんですよ。皆さんがお母さんとね、おへそでつながってたみたいに、僕らのどこかにね、
心身のどこかにね、あの唯一の源泉につながるものがあるんです。電源あるでしょ。そうすると、まあ、あそこにコンセントありますね。こうつなぐとね、あの唯一の源泉とこう交流できる何かがある、どっかがあるんです。それどこだと思いますか。それを探求して調べるのがヨーガですね。どこかにあるんです。なかったらだって皆さん電源につながれてないんだから生きられないじゃないですか。死んじゃうでしょ。こういうコードじゃなくコードレスね、コードレスで皆さん全体生命とつながってるんです。必ずつながってるんですね。でつながってるのをたどっていくと、あ、これとつながってたってわかるわけです。でそのつながっている源泉のことをあれ、タッツとかね、ラマのマハリシはセルフと言ったり、有識学派の人はビジュニアーナと言ったりする。本当はみんなつながっていて、そのつながり具合がわからないだけなんですね。たどれないんですね。まあこれは乾電池から来てるし、あのコンセント使ってる人はそこから来てるって、こうたどっていけばわかるでしょ。物だとこうたどっていくとわかるでしょ。心だとこういうふうに目に見えないのでわかりにくいんですね。ところがそういうの心のつながり見れる人たちがいるわけです。それで聖者たちのことを昔見る人、賢者、見る目がある人って言ったんですね。賢と賢は関係ないんですよ。見るっていうのと賢いっていうのはね。英語では The Seer、S-E-E-R、Seer、見る目がある人のことを Seer って言いますね。あれは賢者のことですね。見る人。つながりを見れるわけですから。こういうコードがあれば皆さんだってつながり見れるでしょ。これの元探ってきてくださいって言ったら、辿っていけばわかるでしょ。それと一緒です。心の出生をこう見ていけばね、つながってるってわかるんです。それ見れたら皆さんも see や、ね、見る人、賢者になるわけですね。本当は皆つながっていく唯一の根本時期。これは根本時期と読みます。ムーラ・ヴィジナーナ。ムーラは根本のって意味ですね。ヴィジナーナ、あるいはヴィギアナは式ですね。まあ唯一の源泉のことですね。があるだけと分かるけども、なかなか分かりませんねっていうので、点々ってなってますね。それで、それを分かる方法があるわけです。で、日記。自分の点々と自分の出所について考察しましょう。体の点々変化と出所について。今、岩井さんので、こう、僕が言ってみせたことを自分で考えてみてください。自分にもへそがあるんだし、お母さんとつながってたな。お母さんにもへそがあって、お母さんもそのお母さんにつながってたな。ずっとどっから来てるんだろうっていうと、まあ、途中省略して自然界から来ている。自然界のエネルギーを食べてあの生き物は生きていると。自然界にあるものが自分になってるんだな。出生は自然界っていうことですね。宇宙って言ってもいいですね。で心の点々と変化、私の考えではあなたの考えではっていう、そのあなたの考えはどういう刷り込みですかって、この心の点々と出所についてを調べるのはね、自分が持っている知識の出所を探るっていうことです。自分が持っている知識の出所、ヨーガというのはこういうことです。アーサナはどういうことですかっていうときに、アーサナはねこういうことをアーサナって言うんですよ。体操ヨガの先生ならまあ何十種類ありましてとか、澤田先生のところなら簡易体操と基本体操がこれぐらいありまして、その後本格的なアーサナに入ります。ラマのマハルシでしたなら、神の前にひれ伏すことがアーサナですって、こういうふうな言い方です。ですから、知識の出所を尋ねていけばいいわけです。そう、まあ、日本でヨガを教えている人の出所っていうのは、佐保先生とか沖先生とか、先輩の先生方の知識でしょう、おそらくね。その借り、切り、受け売りだと思います。ラマのマハルシの出所は唯一の根本時期ですから、言うことが違うんです。神、ここでいう唯一の式ね、にひれ伏す、つまりそれと一体になることが自分のアーサナです。自分の心の出所なのですって、もう、際どいところを言うわけです。ギリギリのところを言いますね。で、皆さんが持っている知識、そうやって全部調べていってください。プラナーヤマは何ですか、アーサナは何ですか、有識は何ですかとかね。皆さんが持っている、まあ、雑学の知識もね。出所はどこですか、はい、朝日新聞です、読売新聞です、 NHK テレビですとかあれこれマスコミですね。私は
週刊誌も読まないし、新聞も読まないし、テレビも見ないし、ラジオも聞かないし、人とお話もしないんです。でも一郎さんという人が200何本アンダーったの知ってるんですって言ったら、それは嘘でしょ。ですからどっからか来てるわけですね。どっから来たんですかって調べていくと、全部すり込まれた情報ですね。それを一切外していった時に、自分は何だろうって非常に重大な問題が提起されるわけです。でそういうところに行き当たって解決した人たちが聖者ですね。それを非常に地道にやり遂げたのはエークナとイーシュバランさんっていう瞑想家ですね。で考えるヒント、右のページの下ね、ラマナ・マハルシの真実在のビジョンの7番の意訳ですね。自分と世界は共存し、それらは5つの鞘でなる。体、感覚、判断脳、私の思いとその記憶、5つの覆いを剥ぎ取れば、誰が覆いを見るだろう。自分と世界は共存しっていうのは、自分を設定すると世界が出てきますね。で、自分と世界はさっき見たように、自分の肉体は外の世界のね、自然界の変化したものですし、自分の考えって言ったって外から得た情報に過ぎないわけですね。ですから自分と他の世界は共存している。で自分がなければ世界も消えちゃう。自分と世界ではない別なもの、唯一の色だけが現れるって、非常に単純な構造ですね。で自分と世界はね、もし現れたとしたなら、僕たちが分別しているように世界がある、自分があるとしたならば、それらは5つの鞘でなる。トラマナ・マハルシはベーダの教えを出してきてるわけですね。で5つの鞘っていうのは何かっていうと、体という鞘、感覚という鞘、判断脳という鞘、私の思いという鞘、記憶という鞘、その5つですね。まあ、僕は意訳しておきました。体って言えば誰でも体、感覚あるいは感覚器官って言えばわかるでしょ、判断脳、自分のおつむね、私という思い、誰でも持ってるでしょ。で、私という思いに支えられてある、いろいろな記憶皆さん持ってるでしょ。これを食物さや、精気さや、意志さや、力さやっていうと、なんだか分かんなくなっちゃう。で、僕はそういうの避けたいので、自分としてはこれだって分かる言葉でね、理解していくことが大切です。皆さん、体ありますでしょって言ったら、自分の手やね、足や見たらいいんですね。感覚、感覚器官、耳とか目とかね、あるいは視覚、聴覚とか、さっき一言って皆さん見ることができたとしたら、視覚という感覚があるからでしょ。それでいいわけですね。判断の、まあ、僕の言うことを聞いて判断できたから一言って思い浮かべてくださいって言ったら一言ってやったから、皆さんには確かに判断脳があるんですね。判断脳ってどこにあるんだろう、まあ頭だろう、間違いないわけですね。親指の爪とか、そういうこと、足の親指の爪とか、そういうことじゃないでしょ。ですから判断のはこの辺だなって分かりますでしょ。で、私の思いはどこにあるんだろう。皆さんが寝てる時にですね、私という思いはあなたどこで持ってるんですかって言っても、寝てるから聞こえないんですね。そうすると寝てる時には私の思いっていうのは寝てるんですね。一休みしてるんですね。起きてる時にあなたって言うと、はいって自分だと思うわけですね。ですから起きている時に働いている脳のどこか、あるいは全部に私という思いがこう浸透してるんだなってわかるでしょう。私の思いはありませんと、私は思いますって言ったら、それが私の思いですっていうことですね。ですから私の思いを否定できる人はいないんです。下脱していない限りないんですね。で僕たちが分別して気節を支持しているから私という思いがある。で英語では We、 私たちという言葉あるでしょ。 You、 あなたと I だったら何かって言ったら We っていうでしょ、私たちはって。でメーヘル・バーバーっていう聖者がね、You and I、 あなたと私 are not We、 私たちではない。 You and I are one、あなたと私は一つだって言ってるんですね。あれですよ、一つの命。 You、 あなた方と I、 私は We ではないんですね。普通は皆さんと僕は複数形ですから、私たちと言いますって、こう常識的にはこう言うんです。ところが聖者になると
You と I を足したものは We じゃない。You and I。あなたと私は are one。一つの源泉から出ている同じ存在なんだよ。ということですね。同じメーヘルバーガーが、まあ、急ぐ心は悪魔。ゆっくりした心は善良な心。静かな心は聖なる心って言ってますね。とてもいい言葉ですね。急ぐ、慌てる心は悪魔。ゆっくりした心は善良な心。静まった心は聖なる心。ですから僕らの心が静まれば僕たちはワンということを理解できるわけですね。あなたと私はワンなんだ。We ではないということですね。で、その5つの差やね、おという覆いを剥ぎ取れば、誰が覆いを見るだろう。覆いを剥ぎ取るとね、覆いはないわけですね。まあ、例えば何かで、まあ、こういう電子手帳を僕のこう衣類でね、こう覆っておくと、中に何あるか分かんないでしょ。こういろんなもの置いてね、こうやって皆さん見てるから分かるけども、見えなかった人にこの中に何ありますかって言っても分かんないわけですね。でもこうやっておいたのね、こう覆いを取れば中に何かある、何があるか分かるでしょ。じゃあ僕たちのその覆いで、覆いと言われているね、体という覆い、感覚という覆い、判断脳という覆い、私の思い、特に私の思いという覆い、記憶、体験の記録、私はしたという体験の記録と執着ですね。その覆いを剥ぎ取れば、覆いはなくなるじゃないか。じゃあ何があるんだろう。そういう覆いになる前の元の唯一の式があるだけではないかってラマナ・マハリシが言ってる。で、覆いを自分だと思ってるんですね。これは私の体です。これは私の耳という感覚器官ですとかね。これは私の考えです。私の判断によればとかね。覆いでみんなこう交流してるだけなんですね。覆いを取ってしまったらどうなる。覆いのことを僕は仮面とも言ってきたわけです。仮面を外せば命の素顔が見える。僕が言っている命の素顔と唯一の式ビジュニアナは同じことですね。まあそれをヒントにしてご自分でどういう覆いにとらわれているかって考えればいいんですね。私はどういう覆い、体にとらわれている人は体の美容とかを考えるでしょうしね。アデランスしたりとか、あるいは靴ね、かっこいいの履こうとか、いろんな覆い、あるいは覆いに付属するものを求めるでしょ。でも覆いは覆いですからね、仮面は仮面です。